原稿って名前かっこいいよね。どうした？頭限界か？現在、私は危機に瀕している。いい感じのマップがまたしてもないのだ。またか。今度は何をしたいんや？開幕にもあった通り、原稿を再現したいんだよね。原稿ってあれやな。確か、鎌倉時代に元が攻めてきたってやつやな。そう。当時の元はとっても強力。東は中国、西は欧州までを股にかける、歴史上類を見ない超大国だった。絶対社会の授業で習うやつやな。そんな元が日本に攻めてくる原稿に、神様若葉マーク代表として思いっきり介入するよ。え、大丈夫なん？今まで介入とかせえへんかったやん。典型があった。あなた神様ですよね。それただの上司からの命令ではありませんか？神様代表としてがっつり介入することで日本人は神を敬うだろう。その尊敬の念は当世のみならず世代を超え未来にも波及しうる影響力を持つはずだ。つまりピンチを救うんやから敬えって話やな。むう、せっかくそれっぽいフレーズを並べたのに私の努力が水泡に返した。岸田な、化けの皮剥がれ始めてますよ。くっつけてくっつけて。さて今回もマップをちまちまと制作。このマップ作るのは楽しいんやけど時間がかかるのが難点やな。実際に開戦から終戦までよりこのマップを作る方が時間がかかっているからね。それで原稿って言ってもどうやって介入するん？やっぱ爆弾とか落とすんか？ふっ、これだから四流なんだよ。え、ワールドボックスで爆弾なんて初級編、そんなもの使っているのはヌーブくらいだね。あなた毎回最後にばらまいてますよね。花咲かじいさん感覚でまいてますよね。過去に媚びぬ顧みぬ、振り返っていいのはテストくらいだよ。言い切ったな。話がそれたけど今回は爆弾は使わず封印、別の方法で神感を垂れ流しながら日本を救うよ。神感って垂れ流せるんやな。神々しさが地に落ちたで。その方法はまだ内緒。さてさすがに作っている様子を垂れ流すのは絵的にきついから。ようやくお気づきで。完成したのがこちら。またしても超大作を作り上げてしまった。私の才能が怖い。その発言が怖い。最後は仕上げに大地に恵みを。急に生きり出したな。どうしたどうした。今さら神感は取り戻せんで。大地に豊穣なる願いを。間に合わんって。完成したのがこちら。うん、いい感じや。ボスちゃんのくせに日本と中国ってのが一目でわかるな。地図は得意だからね。これで日本と中国の土地はできて人類も配置できた。あとは内乱が起きないよう啓示を伝えてしばらく寝かせるよ。お料理感覚かな。さてそれじゃあ人類も育ったこと。待て待て、おかしなことになっとんぞ。かしげんな。妙な技術を使うんやない？これはディスコードで拾ってきた奇妙な世界だよ。世界設定は不動なんやな。これの元ネタはよくわからなかったけど何かのアニメを題材とした世界だろうね。よくそれで扱おう思ったな。この世界でのプレイも楽しそうだよね。ほら普通に人類も配置できたし。戻せ戻せ、原稿の世界へ誘え。別の世界を覗いているうちにこっちで人類は繁栄をしているみたいだね。お、たくさん増えたな。いつも思うんだけどこうやってしばらく寝かせた後に増えた人類を見るとどうした、感慨深くなるか？そりゃ頑張って作った大地に芽吹いた息吹やからな。小さいけどこの一人一人昔飼っててアリみたいだなって。サイコパスが具面化したのかな。そんなアリたちだけど人類をアリと表現するのやめてもらえませんか？元の人口は2260人、対して日本鎌倉幕府は163人だね。何この格差。人口は20倍、戦力も10倍以上となかなかに世紀末感が出てて神様若葉マークとしてとっても救いがいがある。数字だけ増やして楽しようとするのやめへん？言ってることとやっとることが全く違うで。なんでバレた？バレへんと思ったの？早速始めたいところだけどその前にもう一点。ワールドボックスは海とか川とか水を隔てると途端に反応が鈍くなって戦闘が進まなくなったりするんだよね。ああ、判定が曖昧なのかな。だから今回は朝鮮半島と日本をつなげるよ。また騒乱の起きそうなことを。人類は等しくボスの前に平等、人類は等しくボスの前に平和、よって問題ない。あなたこれから戦争を起こそうとしてませんでしたっけ？それでは開戦。よく平和と確信にできたな。政治家かな。戦争が発生しなかったらこっちで宣戦布告代行しようと思ったけど、元は設定で宣戦布告を可能にした瞬間に宣戦布告したみたいだね。ほんまや、もう朝鮮半島から軍が攻めてきとるで。どうするんこれ。まずは神の息吹を持ってこの侵攻をしのぐよ。おお、飛んでった。
まさにこれが神風。この神風は後世にも伝えられるだろうね。めっちゃ吹くやん神風。希少性が。この人間どもしぶとくて、我が神風をもってしても打ち倒せぬ。所詮風やからな。ならば次はこれだ。お、竜巻や。ふはは、これぞ神の力。下賤なる人間どもを滅してくれようぞ。やっとだ。やっと神っぽいことできた。ただの災害発生期やけどな。えいや、ちょっとおい。竜巻は、中国東に3つも発生したね。させた、な。しかし、竜巻はまだ弱い。弱い？ここは神の貧乏ゆすりだ。地震やん、センスなさすぎやろ。ふふふ、神は座りながら、つま先を立てているのだ。なるけども、ガクガクなるけども。あ、あかん、竜巻が日本に、地震の影響も日本まで届いとるで。おっと。あかん、竜巻が今日の都を襲っとる。に日本にいれば、台風なんてよくあること。そんなことより元軍だよ。そんなことって、まだまだ懲りていないみたいだから、やっぱり懲らしめないと。そう、ライジングボルトでね。だせえな。ふふふ、まるで人間が水滴のように飛び散ったね。あかん方の神様やな。見て見て、あかねちゃん。雷で竜巻がちっちゃくなったよ。かわいいね。言うとる場合ですか？効率的な方法を見つけた。こうやって、カワカワ竜巻で人間をまとめ上げて、撃つべし。ふふふ。なんてもんに効率を見出しとるんや。あとどうやら、人間にライジングサンダーボルトエボリューションを乱発すると、溶岩になるみたいだね。地面がな。その後、な発音やめませんか？噛むな噛むな。下唇噛んで、ええ感じに発音しようとすんな。ぼう、すんな。私は神。神は気温すら自由に操れる。ああ、朝鮮半島が。よし、これで戦略上、攻められるポケットは防げたね。これにはエルサもにっこりだね。そこまで大きな穴ではないけどな。見て見て、アカネちゃん。人が、凍ってる。何しとんねん、おい。地獄やん。朝鮮半島この世の終わりやん。大丈夫。このフローズンラムレーズンに殺傷能力ないから。え、それが名前なん？どんな学びを経たらその名前に行き着くん？でも、凍って動けないところを弓矢でスナイプされたらキルされちゃうけどね。間接殺人やな。まだまだあるよ。私は技のニトリ。デパートやないんか。専門的すぎるやろ。せめてカインズホームにしろ。今回のは、3の雨雲を発生させるよ。ドラえもんがよく使う道具だね。地獄のドラえもんかな？いいね。いい感じに建物や人を溶かしているね。いい感じに溶けるのは楽しい時間だけやなかったんやな。おっと、風のせいで、私は全く関係ないけど風のせいで、雲が日本列島まで行ってしまったね。風のせいで。ボスちゃんのせいやけど人類を補填すんな。これで収支はプラス。結果私はいい神様だね。今度は、日本に影響が出ないよう、上の方の中国大陸に、3の雨を大量に発生させるよ。ふふ、まるでかき氷のメロン味。舌を出すな舌を。全然可愛くないねん。あれ、このままやと北海道に行ってまうんやないか？ふ、当然予測済み。私の天気予報が 100% 当たる。ならばなぜそこに発生させたのか、理解に苦しみます。雷を使いすぎて、雷平原並みに、雷の落ちるスポットとなった朝鮮半島を尻目に、私は体力の回復させる血の雨を降らせて、北海道の民を救うよ。え、何それ？ってことは、今、北海道では酸で溶けてはすぐに回復し、またすぐさま酸で溶けるって拷問を繰り返しとるってこと？ちょっとオーバーヒールだけどね。あかんでこれ、モザイク入れるべき案件や。物事は結果が全て。たとえ、どのような苦痛を生じようとも、生きているということは、なんと素敵で奇跡なことなんだろうか、と北海道の民は思うだろうね。思わんで、生き地獄やこれ。やりすぎた。あと、中国の歴史を見ても、内乱要素は外せないよね。内乱して、外敵に攻められて滅んでってのを繰り返しとるしな。今回もそれを再現してみたよ。お家で。え、どういうこと？長年生きたものってのは、やっぱり生命が宿るよね。だから、お家にも生命を宿してみたよ。長年生きたって前提から、カテゴライズ外れとるぞ、お家は。むう。ならば植物だね。なぜ人を選ばないのか不思議です。これで中国は、植物、お家、人間の三国時代が出来上がったね。タイムスリップしちゃったね。国ですらないでこれ。三国時代で疲弊した中国は、引くほどの速さで崩壊。それに合わせて、日本は大陸に進出。朝鮮から満州と足がかりを作り、弱りに弱った元に逆進行を果たし、とうとう元を打ち破ったね。何を見せられているのでしょうか。これにて元寇は、後世では中国王朝の滅亡、並びにボス神の象徴的ゴッド出来事と伝えられるだろうね。
ゴッド出来事ってめちゃくちゃ IQ 低い表現やな。また一つの世界線をゴッドしてしまった。もうこんな神様嫌や。